演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートの冷やしぶっかけ手延べそうめんを食べたいと思います。そうめんでなんか特に手軽に食べられる麺類というイメージが自分の中ではあるんですけど、それをわざわざコンビニで発売するのはよっぽど自信があるのでしょうか。では試してみましょう。準備完了です。生姜の香りもすごいですね。結構麺細めです。ではいただきます。そうめんはつるつると喉越しが良くスルッと口の中に入ってきましたね。食欲がない時なんかにもあっさり食べられそうな味でした。おつゆもあっさりしていて、トッピングも割と生姜がきつめだったんですけど、そこまで強烈にきついわけでもなくてあっさりいただくだけでとても美味しかったです。椎茸やネギの食感、音も良かったですね。というわけでこちらもテストさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。